はい、ご視聴ありがとうございます。4枚のコインとですね、2枚のカードを使ったコインマトリックスの解説になります。カードの代わりにこちら透明板を使って、映ってますね。透明板を使ってやってみたいと思います。プロマジシャンの、解説 DVD を参考にやってみたんですが、ちょっと難しかったので、自分のその技術に合わせてですね、手順を変えてます。私が参考にさせてもらった DVD はですね、ここに最終的に集まると見せかけて4箇所に集まるということだったんですけども、リテンションバニッシュが私左手でこうできないので、まあ、プロでもないし、アマチュアでもないし、ただのでマジックコレクターですので、技術は全然ないので、まあ、こちらでですか、それすらできてなかったんですが、まあ、なので左右を入れ替えた手順にさせてもらってます。その辺ご了承ください。ではいきます。まず2枚のカードを置くときにですね、1枚ここでスチールしていきます。で、こちらまだ1枚ありますねと見せかけて、ここでもこの時点で2枚ここにあります。で、これをまずリテンションバニッシュで消してですね。で、フィンガーチップレストからここへ持ってきます。クラシックパームというやつでしょうかね、確かね。で、開きます。この時点ですでにクラシックパームがほどけそうになってしまうんですけども、なので、まあ、こう持ってってもらうとうまくいくかなと思います。で、クラシックパームのまんまですね。ここがちょっと私できなかったんですが、クラシックパームのまま今度はこの1枚をですね、まあ同じようにリテンションバニッシュで消して、フィンガーパームですね。だからフィンガーパームとクラシックパームを同時にするってちょっと、まあプロこの人は当然なんでしょうけど、ちょっと難しいんですよね。なので、ここでも全然私できてませんでしたけども、こう来て、で、なんでここでもこちらの手をフィンガーパームにして、で、ここは、ドロップですね。プロの方の DVD ですと、こう来て、フィンガーパームだけをドロップして、で、これは残したままこう取りに行くということなんですが、ここをドロップした時点でこれほどけちゃうので、まあ、これをこのまま逆に下へ下ろして、フィンガーチップレスですね、フィンガーパームじゃなくてね。で、こう取りに行って3枚になってますよと。で、見せてですね、これ戻した時にもうこれをそのまま親指でスチールしていきます。ですね。で、こちらの、まあ、ここにまだあると相手が思ってますので、それに見せかけてですね、で、これを取る間にこれを落とします。で、ここでもカードの下に1枚隠しますね。で、最後の1枚をリテンションバニッシュで、こういったところで、これをですね、一旦ここで、こうやってやった状態でうまくいっていれば、ここに1枚、4枚集まってるはずなんですが、というワンクッションを置くことによって、これをこちらスチールする、まあ、堂々とやってるんですけどもね。で、こう覗いて、あれ？って言いながら、すいませんでしたと言いながら1枚スチールしてきて、で、この時点でも4枚になってますので、ここを隠しながらですね、こう持っていって、隠しながらなんでちょっと広めがいいですかね。こう持っていって、こう来ると一瞬で4枚パッと見えるということになります。なので、
クラシックパームとフィンガーパームが一緒にできる方はね、一緒にやってもらった方がいいのかなと思いますが、フィンガーパームしようとすると、なぜかクラシックパームほどけちってしまうのでね、まあ、そこがちょっと難しかったかなと思います。まあ、以上の手順をもとに参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、以上、コインマトリックスの解説になります。チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。大変嬉しいです。